のはそのスタジオジブリがこれまでやってきたことだし、そういう大切なものをこう、これからも伝えていかなければならないなというふうに思っています。作品としてはこれまでとまたちょっと変わった点があるなっていう印象は私はあったんですが、でもその大事なことを伝えていきたいという点においてはやっぱり一緒、ね、やっぱりその新しいものをこうどんどん積み重ねるとこうテーマとして出していかなければならない。これまでもやっぱりその新しい証言なんかっていうのを常に出してきたわけで、そうしないとこうだんだんカビが生えてきますからね、はい、そういった意味ではその次々とこう新しい証言を描いていきたいなというふうには思っています。次回作もちょっと気が早いかもしれませんが、楽しみにしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。映画監督米林弘正さんにお話を伺いました。先ほどもお伝えしましたが、九州では猛烈な雨を観測したところもあります。警戒すべき点などをお伝えしていきます。奈良岡さんの気象情報です。はい、この後動きがゆっくりとなりますので影響が長引きそうです。こちらは奄美大島名瀬港の今の様子です。かなり雨風ともに強くなっていますね。横殴りの雨となっています。奄美地方で今日予想される最大瞬間風速は40メートルです。暴風に警戒をしてください。では台風12号の進路予想を見ていきましょう。台風12号は九州の西にあって暴風域を伴って北上しています。この後動きがゆっくりとなりますので影響が長引きそうです。明日にかけて沖縄や奄美、そして九州では6メートルから7メートルの大しけが予想されていますので高波に警戒をしてください。そして雨雲の様子を見ていきますと、台風の東から南東側で赤や黄色の発達した雨雲がかかっています。この後も九州を中心に1時間に60ミリから70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。沖縄から九州にかけて雨が強く降って、そして長引きそうですから土砂災害など警戒が必要です。ではこの後の雨の見通しを詳しく見ていきましょう。今日の夕方からです。沖縄そして九州にかけて断続的に活発な雨雲がかかりそうです。明日にかけても九州では激しい雷雨が続きそうです。雨の量が多くなりそうですから土砂災害など警戒をしてください。予想される雨の量は明日の昼までに多いところで沖縄本島と九州250ミリ、奄美では180ミリが予想されています。九州の南部では降り始めからの雨の量が300ミリを超えているところもあります。土砂災害に警戒が必要です。そしてその他本州でも激しい雷雨となっているところがありますが、明日にかけても局地的な雷雨がありそうです。明日の予想天気図です。明日も台風周辺の湿った空気が流れ込みますので、暖かく湿った空気が流れ込んで引き続き広く大気の状態が不安定となりそうです。局地的に雨雲が発達して内陸部を中心に激しい雷雨となる恐れもあります。では続いて台風11号について見ていきます。台風11号はまだ日本から離れたところにあって西寄りに進んでいます。この後海水温の高いところを通りますので勢力を強めながら今後北上してくる予想で、来週の半ばには日本列島に影響してくる可能性があります。今後の情報に注意が必要です。では全国の明日の天気です。明日も全国的に変わりやすい天気となりそうです。晴れ間が出るところでもにわか雨そして雷雨がありそうです。内陸部を中心に激しく降るところもあるでしょう。続いて気温の予想です。朝の最低気温25度以上のところが多くなりそうです。熱帯夜のところが多いでしょう。日中の最高気温も各地とも30度を超えてムシムシとした暑さが明日も続きそうです。では週間予報、札幌から東京です。あさって日曜日各地で晴れそうです。内陸部は引き続きにわか雨にお気をつけください。続いて名古屋から那覇にかけてです。月曜日にかけて高知から鹿児島は雨が続きそうです。土砂災害や川の増水など引き続き注意警戒が必要です。気象情報をお伝えしました。避難勧告解除の情報です。
秋田県鹿角市は大雨の影響で134世帯410人に出していた避難勧告を解除しました。さあ次です。広島から平和公園にある平和の灯火についてのニュースです。高島さん。はい、まずはこちらの映像をご覧ください。昭和39年東京オリンピックがあった年の今日8月1日に行われた平和の灯火の点灯式の様子です。神社や寺、それに製鉄所の溶鉱炉など全国から集められた火で点火され、平和の灯火はそれ以来ずっと燃え続けて平和を願う広島の象徴となってきました。ちょうど50年の節目を迎えた今日、長年この平和の灯火を見守ってきた人たちが喧嘩をして核兵器廃絶への願いを新たにしました。今朝は当時平和の灯火の設置に関わった企業の社員などで作る平和の灯火奉賛会のおよそ10人が平和公園を訪れ、平和の灯火を望む原爆慰霊碑に花を捧げました。そして原爆が投下された午前8時15分に合わせて黙祷を捧げました。会では点火した当時から毎月1日に黙祷を捧げたり、年に2回平和の灯火の周りの池を掃除したりするなどして長年にわたって見守ってきたということです。毎月毎月、ここに、点火をしお参りするということで、これを、少しでも長く我々は続けていって世界平和につなげていきたいなと。さあ続いてはこちらです。青い回転灯をつけた車に乗って地域の住民がパトロールをする青色防犯パトロール、通称青パトです。皆さんも見かけたことがあるのではないでしょうか。この活動が